こんにちは、こんばんは、やすみるです。今回はゴッドウェス前半を弾いていきたいと思うんですが、その前にちょっとアプリというかサイトの方を見ていきたいと思います。今回のゴッドウェスは超絶4倍で、対象モンスターが4倍で、HP 攻撃回復のどれかにプラス50がついてるってすごいガチャなんだけども、前半が詩人だから、詩人はねやっぱり持っておいて損はないかなっていうことで、レイラン、カリンかな、持ってないのが。だからレイランがものすごく欲しいっていうのと、あとはイルム、ソニア、カンナ、シェアとエスカマリかな、欲しいところが。でシェリアス、バルディンも新しいフェスゲンだから欲しいというのと、あと後半は世紀の神と、まあ、カーリーとかも当たるんだけど、まあ、世紀の神は今のところは大丈夫かなということで、前半を引いていこうかな。詩人が出てきたらね嬉しいし、あとソニアとかそこら辺を狙いつついきたいと思います。ではアプリに戻りましょう。ということで4回引いていきたいと思います。レアガチャいきましょうか。まあプラスがね50出てくるから下げます。銀が出てきたらまあプラスにするかなっていうのも、言っちゃうと銀出てくるよね。まあ懐かしい懐かしいよ。これは何ウッドバーンとかそこら辺のシリーズ、まあ、分からないんだけど、まあ、行きましょう。いや意外と銀出やすいんじゃないのかなとかって思う感じもあるんだよね。プラスが出るから、ほらね、プラスが出てくる代わりに銀率高いよかなと思う。ジーニャか。まあまあまあここら辺で来てくれるでしょう。ボン、ほらね、おかしいね。こんなのあまりないんだけどね。もう一回行きましょう。じゃあ動画でね銀だけしか出ないっていうのは、これちょっとありえないよね。それはさすがにありえない。これ皆さんおかしいですよおかしいですよ。私は前半を引いてるんですよ。あなた後半ですよ。もうそういうのいらないんだよね全然いらない。これ求めてもないよ。これ今ねあれです、ラファエルのスキル上げをしてる途中だね。ここら辺はねプラス50そのまま。何についてるんだろう。回復、攻撃か。まあこの子はもう完璧にプラスで食わせるんだけど、ちょっと悲しい結果だね。銀さんの金出たけど、しかも後半の子が出てくるっていう、まあ、ちょっとなかなかイレギュラーな感じではありましたけど、これだったらまあファイナルファンタジーのコラボガチャ引いた方が良かったかなとか思いつつ、まあまあガチャだからねしょうがないなという感じなんだけど、だけどまあ 50×4 だからここでプラスが200、攻撃がかぶっちゃってるけど3つ、プラスがまあ集められたから良かったかなと思うことにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。